つまでも同じ味でいておくれ。おいしい午後ソーキシエスタ、いつまでも同じ味でいておくれ。おいしい午後ソーキシエスタ、おいしい午後ソーキシエスタ、おいしい午後ソーキシエスタ。まもなく始まります。はい、山田まさるで美味しい午後ソーキシエスタでした。はい、もうね、あの新型コロナでね、自粛ムードのおかげでライブハウスもね、あの自粛、そのおかげでね、もう彼もね、まさるもちょっと。ね、あの5月以降から4月の25日にレコ発ワンマンライブを茶壇のライブハウスモッツでやる予定でだったんですけどね、このおかげでちょっと延期になりまして、しかもあのライブハウスの方もね、あの自粛なんで、もう毎月1回のね、彼のジグザグでのね、あの交流会ライブとかがすごい楽しみだったんですけど、まあ、それ以外でもね、あの結構あの今度から来たミュージシャンとね、対バンやったりとか、ちょっとそういうのもね、そろそろまた禁断症状が出始めて、いつかね、あの
日も早くその自粛がなんとかね解除になって、また彼のライブをね地方で聞けたらいいなと思う今日この頃です。はい、またね、あまり考えずにね、もうそうやってまた酒とか飲みたいもんなんですけどね、ちょっとしばらく、まあ、ちょっと酒も控えてるんでね、ちょっと健康状態でいいかなと 思ったりもするんですけど、でもやっぱりね、たまにはああいう時間もね過ごしたらいいなと、はい、思うんですけど、まあ、そんなわけで先ほどもね、ちょっと劇が漫画原作者のね、ブロンソンさんがね、飲みすぎて、ぶっ倒れてね、入院してみたいな感じで、まあ、そんなエピソードがあったんですけど、はい、まあ、そんなこんなで、で、実はこの、そして僕はゲドウマンになる2巻、その、ドーベルマンデカのね、裏話がね、やっぱり書いてた人間の側から、描かれてるのが非常に当時のねファンの一人としてはすごいなんか面白いんですけど、そんな中で実はドーベルマンデカはですね沖縄エピソードがあるんですよ。単行本丸々一巻を使って、ね、収録されてる沖縄コネクションっていう内容エピソードなんですけど、これがですね実はこの当時のね担当編集者でその4代目編集長になる後藤さんもですね100何ページかどっかでそのドーベルマンデカに関して先ほどもね平松先生についてのことを語ってたんですけど、そのなんと107ページからですね109ページにかけてその沖縄エピソードに関して、そうなんですよ、このこちらの方でも書いてるんですけど、取材行ってるんですね、昭和51年1976年の秋、ブロンソン、平松真嗣、私の3人で取材のために沖縄に行ったっていうのちょっと記述がございまして、その4年前の5月15日に沖縄の施政権がアメリカ合衆国から日本へ移ったとはいえ、まだ返還過渡期の混乱状態にあり、車両も右側通行だった。琉球王国の首里城は太平洋戦争で焼失、守礼門だけが復元されていた。沖縄戦の激戦地にはアメリカ軍の投下した不発弾が相当数未処理のままで放置されていると聞いた。取材用にチャーターしたタクシーの運転手に勧められるままに、ヤギ汁、かっこ豚汁に似ている、かっこ豚汁や1000円で食べられるという大きなステーキなどを食べたのを記憶している。今思えばステーキは硬かったと思うが、東京にいてもステーキなど食べたことがなかったから十分美味しかった。その時タクシーの運転手からこんな話を聞いた。ベトナム戦争の末期、沖縄に帰還したアメリカ兵は進んでいた小座市、かっこ現沖縄市、かっこ閉じる周辺の民家に泥酔した兵隊が雨戸を蹴破って侵入したり、若い女性を暴行したりしたと。太平洋戦争下の沖縄とアメリカ占領下にあってベトナム戦争の前線基地となっていた沖縄の現状は、本土からちょこっとやってきた元の者にとっては強烈だった。この取材をもとにした沖縄編は沖縄コネクションの巻としてジャンプコミックス11巻に丸ごと掲載されている。舞台は本土復帰後の沖縄であるということでですね、それもですね一応中身を説明すると、東京新宿の麻薬事件を捜査していた加納は暴力団スイーツ組にたどり着き、さらに沖縄の暴力団怪人会に行き着く。麻薬だけではなく米軍基地から盗み出された軍用拳銃も大量に出回っていることが判明。その事実から事件のバックにアメリカ軍の大物の存在が浮かび上がる。アメリカ軍中将として元高等弁務官マッケンジー、その手先となって働く殺し屋、米軍中尉グッドナイトジョーである。物語はカノートジョーの銃撃アクションがメインであるが、随所に米軍に手を出せない地元警察の悔しさや沖縄県民の米軍の暴力への怒りが描かれ、ドーベルマンデカの中でも屈指の読み方で答えである。今読んでも古さを感じないのだ。平松真嗣の描く可能も一段と凄みを増し、迫力の中に怒りがあるアクションシーンが展開される。残虐非道なグッドナイト・ジョーとの戦いを通して牙をむき出すドーベルマン刑事加納長次のキャラクターが躍動するということでですね、はい、ぜひですねこれを見て興味を抱かれた方はぜひドーベルマンデカ読んでいただけたらありがたいなって思うんですけど、ただリアルタイムで読んだ時はねちょっとねあんまりかなり最後の対決のシーンまではですね
なかなかちょっと救いようがない展開でですね、ちょっと読んでて辛くなるんですけど、最後のねそこら辺をためにですね、主人公のね加納刑事が沖縄中のね、米軍とですね、あの暴力団を相手に、ね、あの戦うシーンはですね、本当にここでこんなのありみたいな感じで、今考えると本当にあのランボーとかですね、コマンドの先に行ってたようなね、もう先駆けて沖縄で舞台にあのバトルを展開してたっていう点では、かなり時代を先取りした作品と思えないこともないんですけど、はい、そんな感じでですね、あのもうせっかくなんで3曲目行ってみようかなと思います。というわけで山田バサラでフルーツ投げたのはしょうがない。
聞いたらみんな僕たち小さいから大人の言うことよく聞いて慌てないで騒がないで落ち着いて入っていましょう防空壕平松伸二先生とかの、まあ、ブロンソン先生のね同部のマンデーが中心にいろいろ語ってきたんですけど他にもねいろいろ結構ねネタが転がってますんで他にも、あとはですね最近純駆動ねって前回もねちょっと、以前もね何回か話したんですけど少年ジャンプのね専属契約制度 の犠牲者第1号って言われる悲劇の漫画家さんのですね代表作がなんと完全版がですね復刊 .com っていうところから復刊しましてですねその完全版が出たということで純駆動の方で今予約入れてましてそれがまた入荷したらですね熟読の上でですね今から15年ぐらい前かなそのそうでもないもっと早いかもっと先かその漫画家さんのねインタビューが掲載されてるある本も抱き合わせの上でですね一度また機会改めてまたその漫画家さんについてですねじっくりね語っていきたいなとかですねまたその時はまたゲストも来てくれたらいいんですけどね、最悪それがダメだったらまた最悪一人でもねちょっと語っていきたいなと思うんですけどね、そんなこんなでステイホームの間はですねネタの仕込みというかですねネタの収集で、やってることは普段と何も変わらないんですけど、他にもですね、そんな感じで、今後もねまたネタ仕込んで、時にはねゲストを呼んだりとかですねまた、誰になるか分かりませんけどまたねいつかまたライブハウスジグザグのねオーナーのヒデさんもね来ていただいてまたライブ情報とかねあといろいろ
んね、あの自粛のまた鬱憤でも吐き出していただければなとか思うし、またねバサロンまたいつでもゲスト出演大歓迎ですんでっていうことで、はい、まあそんなわけでですね、はい、そろそろ4曲目いきたいなと思います。山田バサロで心の距離心残り。というわけで、はい、今回はそろそろこの辺で。というわけで皆さんごきげんよう、さようなら。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。CD もお返ししますね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。